まあ序盤だから何も分かんなくない、まあ、まあそのここら辺ああでも結構返された、うん、大体一緒ぐらいか何何枚あもう外編取るバカやん外編いや何でもない何でもない外編って何で俺はここ初めてとかじゃないのオセロもちろん初めて嘘つけそんなわけあるかもちろんここだよねでここで、うん、オッケー中割れできてるから中割れどういうこと控えめ戦法でいきたいからまあここかな最初、ね、1枚しか返してないよそれ最初はいいの、うん、結構俺控えめでいくマジ最初はあの君に譲るわ ありがとう、うん、マジでも結構俺今有利有利いやだいぶきついぞ俺めっちゃきついかもえいいのそこで、はい、もう最初君に譲るマジで本当に、うん、もうどんどん取ってほしいぐらいあーでもそこを取られんのか、まあ、あまあ徐々にね角に追い詰めてはいるけど君のことを、うん確かに、うん、追い詰められてんのかこれ。で、でも全然数勝ってるからな。ここか。まあ、いや、まあ数はまだ取られん。ここ置いても。なんか端ばっか取られてる気がするんだけど。いや、え、ま、別にでもいいのかな。ここでいいか。最終的に多い方が勝ちだもんね。最終的に多い方が勝ちだ。君の方が今圧倒的に有利だと思う。うん。あ、でもなんか相当いっぱい返せるとこいっぱいあんな。スイントの方。ここでも返してくんない。外辺固め。ていくか外編さっきはなんか分かんない用語ばっかあるんだよないやでもいいんじゃない、まあ、今回も俺は控えめ戦法で序盤はいきますいや俺はもうね全然返すよ、躊躇なくそこ行くでも、まあ、全然攻め大丈夫シロシが返してないじゃん落ち着け落ち着け大丈夫か俺は3枚返しますうわーマジかよもうね俺あわよくば白全部返すぐらいの勢いでいきますうお怖いなんで刻れなんで刻れいやでもちょっとこれ黒有利すぎるな今のところなあーもうだいぶ有利、まあ、結構返せるよ俺、うん、あーやばいでもまだ泳がすまだ泳がす泳がすって何、うん、まだ泳がしとくいやでも全然、うん、全部黒にするからでここだな、うん、いやでも端取れるから端、うん、よーいやーまたね返されちゃうんだこっから巻き返せるとは思えねえなやばい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 かもよ今回あ結構取れるとこはいっぱいあるようんめちゃくちゃね今回はでも4ついっぱいなのかいこれは、まあ、ここは、うん、まあ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 端を取る作戦だから今回なるほど、うん、あのちなみに端じゃなくて隅だっつってんだろそんなどうでもいいんだよカチャいいからカチャあカチャいいんすか今回はさあここはなるほどここ斜めねうんまあまあまあまだ攻め時じゃねえ気がするからまあいやこのまま負けるんじゃない、ね、え、うん、1枚しかさっきから返してなくないそうだねこれもういっぱい返すようわーやばいこれあるぞ全然白2枚しかないもんこれ絶対勝てるうわー絶対勝てるぞいやーまずいでもまあその右のここしか置けないまた1枚しか返してねうん、うん、やばい今回さ俺勝ったら、うん、スウィントの実況じゃなくて、うん、上田の実況に改名しませんかうわマジそれ、うん、重すぎないあじゃあ俺が勝ったら、うん、君のことをあのすね毛臭すぎだ上田って呼ぶまあでも今回絶対負けないから絶対負けない、うん、全然いいようわすげえ自信だな大変固めあーでもここでちょっとあーそこをいっぱい取られそう攻め始めてもいいかえまずいまあここを置いて攻めるかまずいなそこやだなここを置いてうんまあ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 、まあ、置くよななんかどんどん置くとこが少なくなってきてる気がするんだよな俺上田さん早く置いて早く置いてもう悩む時間がもったいない俺にとっちゃどこ置いても全然取れないんだよね早く置いてほしいもう早く置いてほしいもう無駄だから早く置けようるさいな今考えてたんだよおっとえ右上になぜか点が増えたぞあこれ角取られちゃうんじゃないいや隅ね隅角だろ角で隅ねえ取りますけどもちろんまあここ置くしかないそこ置くかうんもう返し始めていいかなうんじゃあその下置いて返し始めようあまあでも俺ここ置けるからねだいぶ返したでそれも俺は返せるあまずいまずいまずいまあ、そうだね。うわ、まあ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 。いや、でも待ってよ。ここで、まあ、X 置いてもいいか。何 X って。まあ、ここの方がいっぱい返せるからな。そこでいいよ、そこで。うん。で、ここはいっぱい置くとこあんだけど。そうなんだよな。ここめっちゃ取られるんだよな。攻め時じゃねえ気がする。いや、まずいぞ、これ。いっぱい取られるぞ。稼ぎに行こうかな。手を。手を稼ぐ？どういうこと？ここはちょっと。あ、そっちまずい、そっちまずい。いや、いっぱい返してるけど、まあいいや、手を稼ぎに行きます。あ、でも全然取られてないぞ。まあまあまあ、ここはいいでしょう。取れるとこ少ないんだよな。で、そこを行って、まあいいや、ここら辺から攻め始めるか。二方向返しします。二方向返し聞いたことないし、いっぱい返されるしさ、うん。そこしか置けないじゃん、君。ほんとだ。で、ここ
こはまあもう普通に斜めなんかまずいんだよな、めっちゃ取られてんだよな。もう圧倒的にね少ないもん君の方が手数が。確かに。これは一応隅取れるけどまだ取んなくていいんかな。え、これナメプじゃね。いやナメプじゃないよ、マジ。隅取った方が全然いいじゃん。全身全霊で俺はちょっと真ん中を埋めていこうかな、うん、いや隅取った方がいいんじゃないの。え、俺1個しか置けない。そこを置いてもらって、うわぜ。それでだ、んーまあここで取るか、取ろう。え、まさか、ね、隅を取るしかないかな。取っちゃうか。で取って、取ってパス、オッケー。パス？初めてなんだけど。まあここ取るよね。うわー、一個しか置けないし、また。置いて。でここもまた真ん中埋めるか。でパス。うわー、パス、またパス。お前の奥手はもうねえんだよ。置かせてよ俺に。で、うわー、ここしか置けない。うせー。まあ、もうまた、あもう全部取れんじゃん俺。こっちも取れるもんね隅。まあ、もう左から攻めるか。こっちまた一個しか取れない。あでまあこの流れでもう埋めるか、外辺を。外辺全部埋め。外辺って何なんだろう。う最初から最後までわかんない。隅埋めちゃおう。あ埋められた。終わったこれ。で勝ち目ないこれ。マジで勝ち目がない。まあ、ね、置けるだけいいわ。い置けるだけ置きましょう。一応君に与えてる手を。うわ、なんか一応与えて、あ与え返して、まあ、ここ上よね、うん、そもう返したとこを返されてよ。パス。で、まあ、下側そこか、そこ置いて、また1個しか置けない。1個置くやん、1個置くやん。で、俺また右を置いて、そこを返します。返される。パス。やめてくれ。で、そこれむずいんじゃないか。そこ、うわー、パスが、パスしかない。で、そこの右だね。で、その下を置いて、これもまさか。うわー、パスしかないの。ここ置いて、あー、やめろ、やめろ。置く場所ない、どこだ。あるだろ。どこ置けばいいんだ。なんで置かない。どこ置けばいいんだ。よっしゃ。いやー、まあまあ割と揃ってきたかな。何が、うん、割と揃ってきたんで、うん、炭をいただきまーす。パス、パス。ここでパス。そうなんですね。マジかよ。で、その上を置いてまたパス。パス。でも外辺埋めに行くか。で、ここの左で、置いてパス。三連続パス。聞いたことねえ。で、まあ、右上置いて、うん、で、今回違うんです。いや、違うんかい。パスじゃないの。今回パスじゃないですね。まあまあ、やくそ、一枚しか返せねえ。じゃあ、もう、徐々に外から外から埋めていっちゃおう。いや、俺も一個しか置けない。点が一個しかなかった。なかった。で、まあ、そうね、中もちょっと白に変えていっちゃおうかな。あー、どんどん白になってってる。で、君はそこか。でも、まあ、2個しかね、返せない。しょぼいです。まずい。マジでまずい。じゃあ、左下の隅が光ってるんで。やめろ、やめろ、ってパス。またパス。じゃあ、中辺のここを取っていく。で、そんで、君がそう埋めてくれんだよね、君はね。そんで、外辺を、ゼロゼロのパー気持ちいいってなぁ、マジかよ。真ん中も全部しろ。もう何回やんねん、パス。じゃあ、着実に白に変えていきます。で、君そこしか置けないもんね。置けないもんね。で、まあ、右上の隅が光っちゃってますね、これね。外全部ね、あえ隅に行って、ポンと置いてしまいます。もうマジで。で、キリスト5しか置けないですね。で、こっからもう誘導尋問タイムが始まります。それ。はい、はい、そこに置いてください。そういうこと。誘導って。で、それでまたここ斜めに取るんで、そこに。ここしか置けない。はい、そこに置いてください。で、私、まあ、ここもね、斜めになるのかな、斜めで。はい、そこ。ここしかまた置けないよ。どうぞ、どうぞ置いてください。誘導されてる。で、それでまあ、隅置きますか。左のね。で、置いて、バーン。もう、ギクッちゃって。いや、来た。ちょっと聞いてて。バーン。うぜうぜうぜ。あ、終わる終わる。終わっちゃう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 。あれ、早く終わらせろよ。全白にはしないんじゃなかった。やめろやめろ、いいから。もうどっちが勝つこれ。片付けて片付けて片付けて。あ、俺勝った、やった。そんなスコア見たことねえ。こんにちは。すね毛臭すぎた上だけど。許してくれ。はい、6
64.0 いつも通りの結果となりました。さあ